やってまいりました。はい、堺でございます。堺市駅、ちょっとしたこう大人の遠足にちょうどいい距離ですよね、堺市のね。ゴールデンウィークも終盤ですけれども、ね、明日明後日ご参考にどうぞいらしてください。そうそうそう、はい、ということで、じゃん、はい、新しくなりましたくにくにデザインのバッグでございます、はい、いい形ですね。意外とね、軽いし軽くなったんですよ、はい、あ、ちゃんとした革です。これはね39万8千のところ特別にくにくに価格でここに叩いた価格で出ます。出た。あ、39万じゃないよかった。ローン組むとこやったわ。誰が買います？39万そんな高い。大人旅歩き旅、今回はここにしかない堺、地元に愛される伝統とうまいもん。カモン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 、日本酒カモンカモンカモンよ。これは美味しいわ。コリッコリ、こんなしっかりした旨味がある魚なんですね。はか、おー、綺麗、ツヤツヤですね。うまい、うまい。30センチあった。ここにしかない体験を求めて、いざ大阪発ぶらり再発見、大人旅歩き旅、大阪堺の旅。あなたの人生が変わる出会いが待っています。いないいないカバン、私のデザインのカバンが出来上がりました。発売は5月4日でございます。男性女性どっちもいけますよ。黒も女性が持ってもいいし、この茶色を男性が持っても素敵だと思いますよ。明るい色で、ちょっとね、本当値段設定ね、はいはい、思ってたよりも半分ぐらいの値段だったんで。あらあら、よかった。めっちゃ前からあの計画してはりましたもんね、デザインして。やがて1年です。そうですよね、はい、いや、念願のバッグおめでとうございます。大阪発ぶらり再発見、大阪堺の旅。大阪から堺市へは関空紀州路快速でおよそ30分です。この辺やっぱりちょっと、はい、いい意味で、はい、昔の雰囲気がこうあるよね。ちょっと古い町並みが残ってて、ね、おお、鉄砲鍛冶、鉄砲鍛冶屋さんが多かったのかね。鍛冶屋さん、まあ堺という刀とか包丁とか ね、でも鉄砲鍛冶もあるんですね、うん、すいませんこんにちは、お邪魔します。あ、よろしくお願いします。あ、ようこそ。これ建物は結構古いです。そうですね、あの江戸時代の鉄砲鍛冶の仕事場兼、はい、住居なんです。元々が、はい、はい、ここがあの鉄砲会場をしてた場所なんです。場所なんですか、はい、も元々は堺にはたくさんあったんですか。そうです、堺にね、100軒ぐらいあったんですけど。そんなに、はい、すごいです。全国で唯一残る鉄砲鍛冶屋敷。天文12年ポルトガルから種子島に鉄砲が伝えられた直後、堺の商人がいち早く種子島に渡って鉄砲の技術を学び、戦国時代末期には日本でも有数の生産地となりました。当時のものづくりを貴重な資料とともに今に伝えるのがこちらの施設です。日本の火縄銃というのは外国のよりもはるかに優秀だったんです、うん、もうその頃から日本の技術ってすごいですね。もともとは、ね、あちらのもの鉄砲が入ってきて、はい、これはうちの方がうまくもっと上手に作れるぞ、ね、成功に作るそうなんですね、うん、だから外国のやつはねなかなか当たらないんですわ、はい、たまに当たるって言うんです小さい時には使うんですけどね、これ素朴な疑問ですけど、弾を入れる穴はいつどうやって開けるんですかねこれはね、実はこういうこの見てください。あ、そうですね、くるんってなってる、丸くなりやすい、きれいにくっつける、はい、ですよ。ああ、なおかつ膜、なんか膜クーこれね、こうせないとね鉄砲が強くならないんですよ。あ、こうやって巻いていくんだ。カズラ巻きってですね、よく考えますよ ね、少しずつ進化していったんでしょうね。ねえ、これ堺のさ、はい、この通りなんかすごい好きなのよ。なんでだろう、電車が通って、ね、路面この歩道がめちゃくちゃ広いじゃない。気持ちいいですね。さあ、そろそろさ、俺喉が渇いてさ。あ、わかる、実はわかります。お、炭と酒だって。炭と酒、手打ちそばいいじゃないですか。ビール飲みたいね。あ、いいですね、かわいい、なんかおしゃれな。ビールあるかな。
感じですね。あ、美味しそう。濃厚ごまくるみだれつけそば。こんにちは。すみません、ビールなんかありますか？あ、大丈夫。あ、じゃあお邪魔します。ビールがあったら、ビールがあったらよし。そばありますかじゃなくて、ビールありますかって失礼だよね。ということで、ランチはこちらに決定。まずはもちろん。初乾杯でございます。はい、初乾杯。乾杯。堺のそばといえばこれ。せいろに乗った熱々ふわふわのおそばを生卵を溶いたつゆで食べるスタイル。堺っていうとだいたいせいろそばが多いじゃないですか。はい、蒸しそば。はい、じゃないんですよね。そうです。はい、生まれも育ちも堺なんで手打ちっていうものを知らなかったんで、はい、手打ちのおそばを食べたら見たことで、あ、美味しいなって思って。美味しいですよね。そうですよね。堺で生まれ育ったご主人が30代にして初めて食べた手打ちそば。コシのあるその美味しさに感動し即脱サラして修行したそうです。そんなご主人の一押しが。これ一体何だろう。何でしょうね。お鍋。火。お鍋。うわー、なるほど。あー、美味しそう。つけ麺なんで最後までおつゆを熱々で食べていただきたいので。うわー、なるほど。よかったら冷たいおそばなんでこちらにワイン塩を置いてますので、ワインで煮込んだ自家製のお塩なんで。ワインで煮込んでる。綺麗な色ですね。すごい。これは美味しいわ。ワインですか？いや、おそば。おそば。やばい。やっぱりこれですよね、おそば。ありがとうございます。お次は、冷たいおそばを熱々の鴨だしで。もう、鴨によく合うおつゆでございますね。私、大好きなつゆですわ。でこちらがつけ鴨用の鴨肉です。ペアで調理してますので、はい、しゃぶしゃぶのように。しゃぶしゃぶのように。何でもそばも鴨も鴨鴨鴨鴨日本酒鴨鴨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 鴨柔らかい。ねえ、なんかいい色してますね。今のも絶対言われるやろうな思ってたんですよ。予想通りでした。ありがとうございます。こちらもごまくるみ。美味しそう。小塚は濃厚ごまくるみだれつけそば。このおそばにもご主人のこだわりが。夏になったら皆さんさっぱりしたおそばを求められる、おろしそばとかすだちのそうですよね。その前に栄養つけていただくので、ごまのおそばをやってるんです。美味しそう。ねえ、ごまだれ、うん、ごまくるみ、うん、あ、大丈夫ですか？香ばしくて濃厚で、でもお蕎麦を邪魔しない絶妙な爽やかさですね。いや、でもやっぱこの、はい、ずっと一緒にお蕎麦。平日は一人でされてるので、週末だけお手伝いで入らせてもらってるんですけど、出さらした時のも後押ししてくれたんが奥さんやったんですけど、いけいけって頑張れって言うてくれたんですけど、もう今はあんな言うんじゃなかったって思って後悔してますね。続いては市街地から離れた風情ある通りへ。ここに戦国時代の鉄砲伝来とつながるものが。ここか。あ、七味、山椒。七味、あ、山椒も七味だけじゃないんだ。レストランみたいですけど。お店じゃ。あ、お店だ。あ、お店。すごい立派な。こんにちは。失礼いたします。七味など和風香辛料の専門店山津辻太。あ、うちにあるこれ極上七味。鷹の爪。実はもともと堺は七味の原料となる唐辛子の一大産地でした。
国産の唐辛子の中でも小さく辛みと香りの強い品種が鷹の爪。このお店が120年間守り続けてきた極上の唐辛子です。鷹の爪っていうのが唐辛子の総称になったのは、平賀源内が飛び切りの品種って言っちゃったからです。どれもこれも今鷹の爪って呼ばれてるんですけども、実は私の鷹の爪っていう品種だけです。もう全部がやっぱり鷹の爪って、そうなったらもう鷹の爪って、はい思ってたんですけど、辛さが大体3倍あって、もう飛び切り香りもいい。唐辛子イコール鷹の爪じゃなかったんですね。さらに山椒で実は3種類あって、ブドウ、朝倉、山朝倉、溶岩石の石臼でこれ引くんですね。趣味みたいに。ちょっとやってみます。え？いい香り。大体ね、1分間にね18回転ぐらいっていうのが一番いいっていうんですね。はい、ただ回してるだけじゃダメ。そうですね、一番いい。回せるかどうか。向こう行って、ちょっと待って。鷹の爪に山椒、青のりやシソなど7種類の厳選素材を合わせたら出来上がり。すごい綺麗な色。はい、ですごい緑っぽい色になりました。これ今からちょっと私の大好きな道頓堀今井のきつねうどんにちょっと入れて。わあ、おうどんが。はい、出来たての七味を特別にうどんに振りかけていただきます。さてお味は。わあ、もう香りが全然違いますね。もうちょっと入れたかったら、あの今井さんの、今井さんのおうどん、はい、去年の私の誕生日に石井ふっこさんが送ってくれて、はい、すいませんね、いただきます。めっちゃくちゃ美味しい。すごいですね。そう、味の膨らみ方が海苔の香りだとかいろんな香りが押し寄せてくるっていうか、辛いけど辛くないっていう、うん、さらに豆腐に七味をパラリ、醤油を垂らすのもおすすめ。そしてじゃあちょっと必殺技を、奈良のこれお酒なんですけど、いいですね、ご主人のとっておきの飲み方があるそうで、はい、で失礼します。こっち入れちゃうんですか。はい、きれい、はい、どうぞ。やばいこれ。不思議、はい、香りが変わると味が変わるんですね。コクが一段と増すよね、はい、やっぱりいろいろ試してみるべきだね。そうですね、何しましょう。だからあながち、私のあのコーヒー飲んだ後にビールを入れて飲んだのは間違いじゃないの。それはね、めんどくさいからしちゃう。続いての、はい、ピカピカスポット。すんごい広いですね。立派な建物ですね。これは何屋さん？なんだか分かんないですよね。もうちょっと行ったら多分分かんじゃないですか。はい、今も分かってない。あ、ほらほら、これで。あ、すごい、すごい、すごい。血が騒ぎます。あれ？何の？どの血が騒いでるんですか？アクションスタートしてはさ。そっか、じゃあこっちもそうですよね。こっちの建物も。これも訓練塔だよね。あ、防災啓発施設。やってきたのは2年前にオープンした堺市総合防災センター。こちらではためになる体験ができるそうで。何の体験ができるんですか？こちらのあらゆる災害について体験をしながら学んでいただけるという新しい堺市で初めての体験型の防災学習施設となります。全国でも珍しいという消防局が直営する防災体験施設。火災や風水害などさまざまな災害への対処法を学べます。
今年に入ってからこの4月までの間ですけども、日本国内で震度5以上の地震で実は22回。すごいですよね。そんなに今年すごく多いんです。すごい。まずはこう自分の身をどうやって守ったらいいのかっていうのは知りたいですよね。それでは早速体験。まずはこちらがですね、震度7の地震がプログラムされています。この大型の地震装置になります。震度7の地震とは果たしてどれくらいのものなのか。しっかりとバーを持って。長いよ。長いですよ。倒れないようにご注意ください。はい、はい、怖い。結構すごいなこれ。 でも逃げられないですね。ああ歩けはしないね、うん、これで縦揺れが入ったら、はい、もうどうしようもないね。いやこれだって何にもない状態ですけど、これで家具とかあって、じゃあ子供ここにいたらどうしたらいいかとか全然わかんない。まずはやっぱりでもね、自分の身を守る行動を取るっていうのが第一の優先になります、はい、でその後できればドアを開けてほしいです。そうかね。地震などの揺れでドアが歪んでしまって、まあ、開かなくなるということも十分考えられますので、まずはドアを開けて自分が逃げる避難経路を確認していただけたらいいなっていうふうに思います。これって夫婦でいたりさ、恋人同士でいてさ、はい、旦那だけ一人で逃げたらさ、何この人って。私なんか新婚旅行ででかい雲が出て旦那逃げたんですよ。置いていかれちゃった。置いていかれちゃった。ずっと根に持ってる。続いては集中豪雨や台風などの水害で家が浸水した時を想定。ドアがどれだけ重くなるのかを体験できます。もう実際に今30センチの高さで入っていますので、はい、押す、はい、押す形になります。うーん、おー、いけたすごい。30センチ開けれる。こんなん開けていいんですか。この家の中にいて逃げるのが正解なんですか。だってどんどん増えてきたらさ、はい、そっか、増えてく、逃げてないと。そっか、すぐ逃げないと。では10センチ上がるとどうなるのか。これは開かないだろう。あ、重い。開かないですね。開かないよね。開かない。全然びくともしないです。10センチ違うだけで。大体40センチでですね、そのドアの幅で約64キロぐらいの、はい、まあ、水圧がかかっていると言われています。64キロ。64キロ。三田村さん、はい、それで開かないんや。ここのこのぐらい。10センチだったら、せーの、よっ。おぉ、開く開く。これは、はい、お相撲さんに任せよう。いやー、お家にお相撲さんがいたらいいですけどね。鉄砲堂のようにさ、うん、さらに50センチになると、せーの。びくともしないよ。あ、でもね、ちょっとした、あ、すごい。こういうことだね。そっか、ちょっとずつ。でも、ちょっとずつ開けたところで。何センチだった？まだ。ねえ、5センチ。量だからちょっと少なくなるけど。いや、これ大変だわ。50センチはですね、なかなか消防隊とかで、まあ、日頃トレーニングしてる人間でも開けれない。そうなんや。可能性はあります。水圧約100キロです。100キロ。これで100キロか。やっぱり浸水してから避難しようと思うと遅いっていうことなんですよ。そうですね、うん、よく車のドアが開かなくなるって原理は一緒です。同じですか。そうです。水圧で開かなくなる。やっぱ割るものとか車の中にも入れておいた方がいい ね。窓ガラスを。あとは早めに避難することですよね。堺、ね、を訪れるなら堺アルフォンス・ミシャ館もおすすめ。アール・ヌーボーを代表する画家ミュシャの作品を所蔵展示しています。7月28日まで本などの挿絵を中心とした企画展イリュストラションを開催中です。そして6月30日まで大阪デスティネーションキャンペーンプレキャンペーンを開催中。この機会にまだ知らない大阪をまるっと巡って遊んでみてください。さあ今宵堺での夕食は三田村お目当ての。飲めます。おう、あら、ここや。すごい ね。天然極上穴子だもん。わ、いらっしゃいました。
予約してる藤田誠でございます。違う人が来た。よろしくお願いします。はい、うわ広い。いらっしゃいませ。新鮮なアナゴ料理が楽しめる海心地、まずは初乾杯でございます。乾杯。ほんと一息で。ありがとうございます。堺の名物といえばアナゴ料理。こちらのご主人がこだわるのは、当店は長崎の対馬の西というところのアナゴなんですけども、いわゆる黄金アナゴっていう言い方をするんですけど、そこのアナゴのみをね仕入れさせてもらってる。はい、じゃあ奥の方から失礼いたします。ありがとうございます。あ、うん、はい、白焼きと白焼きとお作りと、いや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 、ごめんなさいっていうところで。だって瀬戸内でもね、アナゴ結構取れたりしてますけど、うん、そうですね、そっちじゃなくてやっぱ対馬の、もう津々浦々関東であったり、その当然ね瀬戸内のアナゴですけど、はい、長崎の対馬のもう西じゃないとダメなんです。西じゃない、顔も違いますし、骨格も違いますし、骨の付き方、肉厚で脂身全く違う。違うんです。黄金アナゴは長崎県対馬市西沖の韓国との国境付近で取れる大きくて脂の乗ったアナゴ。独特の歯ごたえが特徴だそうで。アナゴのお作りはね、なかなかいただけないですもんね。わさびとお塩で召し上がってください。はい、お塩とわさびで、うん、コリッコリ、ずいぶん肉厚の、うん、アナゴさん、噛めば噛むほど甘みが出てきて、おいしい。こんなしっかりした旨味がある魚なんです ね、アナゴって。続いてはアナゴの白焼き。表面はパリッと香ばしく、中はレアでジューシー。こちらの方はですね、もうレモン醤がかかってますね。こちらもわさびを少し多めにつけて召し上がってください。うん、どっちもおいしい。おいしい。白焼きは白焼き、すごい脂乗って、油のジュワっていうのが炙ってると、うん、でもプリプリで、うわ、美味しい。さらにコリコリジューシーとはまた違った食感のアナゴメニューが。はい、それではですね、はい、こちらアナゴ重の特上でございます。特上、ごめんなさい、お願いします。これ開ける楽しみが、楽しみ、そうですね。赤、おお、綺麗。大人旅、歩き旅、堺の旅。店主が惚れ込んだこだわりの黄金アナゴ、その特上メニューをいただきます。どんなアナゴが出てくるんだろう。パカ、おお、綺麗、ツヤツヤですね。綺麗な色ですね。煮アナゴだから、お寿司屋さんの煮アナゴ感じじゃないの。ふわふわだよ、わさびたっぷりのせ、贅沢。うまい、うまい、うまい、うまそうですもん。私の好きな食感です。おー、ふわとろ、ふわとろ、ふわとろ最高。なんかふわとろですけど、しっかりしたところもあって、おいしい、これはおいしい。さらに、失礼いたします。こちらアナゴのお出汁になってます。アナゴの骨と頭をですね、焼いて、そこからあの一番出汁を。でもすごいいい香り。それをちょっとお茶漬けみたいな形で召し上がっていただくと、うわ、すごい綺麗なお出汁、濃いですね、ずずずっと、はい、うん、わあ、お出汁も美味しいですね。お出汁に浸したアナゴもすごい美味しい。ちょっと柔らかくなりますね、うん、いや、美味しいけど、うん、もったいない食べ方だ、これ。ご飯だけもう一回もらって、お茶漬けで。そうね。旅のちょい足し。私ちょっとプリン頼んでいいですか。プリン、ありがとうございます。え、ここにプリンがあるの。そうなんです。アナゴ専門店海心地のもう一つの名物が、古墳の町堺らしい容器に入ったハニワプリン。
はい、オリジナルで作ってる、はい、カップなんですけど、まあ一応ね、堺は古墳の町なんで、はい、埴輪の陶器に入ったプリンをね、滑らかで、うん、次回は広島鞆の浦へ。これビールのあてだね。面白いですね。すごい具材いっぱい入ってるね。あ、本当だ。待って、タイの鉄人ですね。お楽しみに。鞆の浦にいた。山津辻田の和風香辛料のセットを3人の方にプレゼント。アンケートに答えてご応募ください。いないいないカバン、私のデザインのカバンが出来上がりました。発売は5月4日でございます。男性女性どっちもいけますよ。黒も女性が持ってもいいし、この茶色を男性が持っても、うんね、素敵だと思いますよ。明るい色 でもちょっとね、本当値段設定ね、はいはい、思ってたよりも半分ぐらいの値段だったんで、あらあらよかった。めっちゃ前からあの計画してはりましたもんね、うん、デザインして。やがて1年です。そうですよね、はい、いや念願のバッグおめでとうございます。